い、三浦ひかりに変えるのかい、変えにゃいのかい、どっちにゃんだい。月額980円に乗り換え時の解約金最大2万円負担がついて、ニューロがパワーアップ。乗り換えるなら今、真夏のニューロ乗り換え祭り開催中。お家のネットを乗り換えるか悩んでるそこの君、ニューロ光に変えるのかい、変えにゃいのかい、どっちにゃんだい。月額980円に乗り換え時の解約金も最大2万円負担、6ヶ月無料のルーターもついて、ニューロがパワーアップ。変えるニューロ光、乗り換えるなら今、真夏のニューロ乗り換え祭り開催中。お家のネットが遅いと感じているそこの君、ネットをニューロ光に変えるべきか筋肉に聞いてみましょう。ピピピピピ、月額980円に乗り換え時の解約金も最大2万円負担、ルーターも6ヶ月無料にパワーアップしたニューロ光に変えるべきですか。ピピ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 、イエス、乗り換えるなら今、パワー。月額980円に乗り換え時の解約金最大2万円負担がついて、ニューロがパワーアップ。ニューロ光、乗り換えるなら今。お願いします。ニューロさんの、キービジュアルもあったので させていただきたくて、先ほど写真の方でも撮らせていただいて、今聞きたいものがまず入ってます。お疲れ様でした。これつけてなんかみんなに拍手されるの恥ずかしい。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、そうですね、やはりこう猫になっての自分のネタを出すというのは今までやったことがなかったので、やはりもう猫ってすごい身体能力なんですよ。で、ちょっとこの撮影に来る前にその猫の筋肉の動きを研究しまして、はい。で、あ、やっぱりその高いところからも落ちてもすごいクッションが良かったりとか、で、柔軟性もすごいあったりとか、そういうのをね、かなり研究して今日は撮影に挑みました。そこは関係ないけど、関係あるって言った方がいいかな。どうしようか。そうですね。やっぱり猫のやっぱ指の動きとかも、ちょっとそういう気分になりきってやった方が、より伝わるんじゃないかなっていうので、研究してよかったなって思いました。はい。あ、それも、あんまり関係なかったけど、関係あるみたいな感じで言った方がいいかもしれないから、そう言おうかな。そうですね。やはり、お面を、かぶってますよね。でもそれはやっぱり猫になりきらないといけないので、普段のポージングと全く違うわけですよ。本当は一緒なんだけど、だから本当やっぱ研究して撮影に挑んでよかったなっていうふうに思いましたね、いや、かなりお得だなと思いましたね。はい。もちろんね、その初年度の月額も980円ということもありますし、他社からの乗り換えで解約金最大2万円負担ということを聞きましたけれども、この乗り換えるときにお金がかかってしまうんじゃないかなって心配がある方多いと思うんですよ。でもその2万円戻ってくると考えたら、ジムの1ヶ月の月会費とプロテインを買ってもお釣りが来るぐらい、1ヶ月間もう鍛え放題っていうことですよ。で、プロテインもだいたい1ヶ月分ぐらいで売ってますので、そのセットをプレゼントしてもらえるというふうに考えたら、どれくらい価値があるかっていうのが分かると思うんですよ。だからこれはもうかなりお得じゃないかなと思ってます。
あ、そうですね。やはりお得なので乗り換えたいなっていうふうに思ってます。はい。あ、え、あ、あ、おい、え、え、あ、え、振り、え、おい、あ、やべ、間違えた。おい、え、乗り換えるのかい、乗り換えないのかいのやつでしたっけ？これ、あ、忘れてた。あ、やべ、あ、乗り換えます。いやあ、ニューロ光の正式な発音。そうですね。はい。やはりこう、まあ、英語が得意な方もね、より伝わると思いますんで。じゃあ、いきますね。ニューロ光。普通だったら、ニューロ光ですよね。はい。じゃあ、正式な英語のネイティブな発音で行かせていただきます。あ、すいません。ちょっと、今ずっと日本語を喋っていたので、英語に切り替えるのってやっぱり大変なんですよね。ちょっとすいません。あ、ちょっとすみません。あれ、ニューロ、あれ違う。あ、ニューロ光。あ、これ、あ、これすみません。これ今のが日本語のやつですね。すみません。あれ、切り替わってない。あ、あ、あ、これでいけるな。あ、はい。ニューロ光。はい。あ、これ一緒ですね。基本的には、はい。すいません、切り替えたけど、さっきのもだから切り替わってたんだ。はい、以上です、はい、そうですね、私は YouTube の方でもいろいろと情報を発信させていただいてるんですけれども、やはり YouTube に上げるということはね、インターネットにつないで動画もアップロードしないといけませんから、そういった使い方が多いですね。やはりですね、ボディービルの大会のシーズンというのは夏がメインなんですよ。よって私次の大会の予定がですね、8月の末に控えていますんで、もうこの7月8月とですね、もう夏はとにかくボディービルに時間を割くという感じでございますね。トレーニングはもちろんなんですけれども、厳しい食事管理もしないといけないので、夏を満喫するというのはなかなかできないかもしれませんけれども、まあボディービルの大会に向けていろんな活動もしながら夏を過ごすといった感じですね。先ほどもね、言わせていただいたんですけれども、今回撮影するにあたって猫の研究をかなりしてきましたので、だからもしこの撮影中に、そういう成果がやっぱ出てましたよってこう言ってもらえるように、なんか言ってもらえるようにね、そういう撮影にしたいなって思ってきましたんでね。だからその影響で多分夏も、あ、なんか猫みたいな動きしてたよ今とか、出るんじゃないかなって思ってます。にゃお。はい。だからなんか、もしこう今答えてる時でも、にゃお、なんか、あ、本当猫みたいな感じになってるよ、にゃお、時があったら言ってほしいですね。あ、やった、研究した成果が、にゃお、出たんだ、にゃお、ってやっぱこう思えますんで、にゃお。ありがとうございます。素敵な鳴き声も。では続いてお伺い泣き声ちょっと変わるんですよ。続いてすいません、はい、いいですよ。噛めちゃって。続いて9月11日にお誕生日を迎えられるというふうに聞いております。44歳に並んでからの猫が続いておりますが、はい、では中山さんに代わっていただき、はい、44歳になっての挑戦。そうですね、まあもう引き続き僕はもう今まで筋肉一本でやってきましたし、今日のね、今回の撮影でもパワーとかヤーとかいろいろ言わせていただいて、もうそればっかりできましたんで、さらに自分のこのやってきたことに磨きをかけて、なんかこのパワーやーにしてもですね、結構奥が深いんですよ。それをよりなんか磨きをかけて、いいものにしていきたいなという、そういう挑戦はね、常に続けていきたいと思います。あ、はい、ちょっと不安になったんですけど、さっきのにゃーっていうの、面白かったですか？
面白かったですよね。あ、よかった。綺麗な鳴き声であんな綺麗に鳴くんであれば動画にも使用すればいいのになって。あ、よかった。ちょっとあまり笑い声が聞こえなかったので、滑ってたかなって不安になって、その後正直質問が入ってこずに今すごい真面目に答えました。急になんか怖くなって真面目に答えました。でも大丈夫っていうことですかね。じゃあ、はい、あ、よかった。大丈夫です、はい、我慢してました。我慢してたんです。よかった。そうですね、やはりまあ、普段はね、ここで普通だったらこうパワーでやっぱり元気になってっていうのでパワーなんですよ。今回はやっぱニューロ光、やっぱニューロ光みたいな感じで決めましょうか。だからこの映像を見ている皆さんも一緒にやってほしいですね。ニューロ光とかいいかもしれないですね。さあ、それでは皆さん最後一緒に元気になるために一緒にやりましょう。いきますよ、せーの、パワー。ニューロ光はやらないんですか。え、何それ。ニューロ光、最後一緒にパワーやろうって言ったけど、何それ。